近未来の一般家庭にある家電が届きます。届いた家電とはお手伝い用の AI ロボットでした。Hello. Hello, Andrew. 家族はその AI ロボットにアンドリューと名付けてあげます。そしてアンドリューの部屋も用意してあげます。充電さえさせてあげれば次の日には掃除も料理も何でもしてくれます。ただ他のロボットとは明らかな違いがありました。それはロボットが持っていないはずの好奇心や探求心を持っていることです。Andrew, would you please open the window? One is glad to be of service. アンドリューは窓も代わりに開けてあげます。 Out the window. もちろん命令なら何でも従います。そして数年の月日が流れました。He's my favorite. Would you like to hold him? Can it be repaired, little miss? No, it can't. I hate you. Get away from me. 嫌われてしまうアンドリューですが、なぜか流木をずっと見つめています。家に戻るとアンドリューは何かを真剣に読み始めます。それは木工細工の入門書でした。次の日、末っ子のベッドには完璧な彫刻が置いてありました。Andrew! This is the best present I ever got. One is glad to be of service. 彼がこんなに彫刻に興味を持つ理由があります。本来ロボットには真似をする能力はありますが、創作という概念がないからなのです。しかしアンドリューは一から何かを作り上げることができるようです。しかもアンドリューは人間のように音楽を聴いて楽しむこともできます。What interests me is he shows a number of characteristics like creativity, curiosity, friendship. Andrew carved these. These are original works of art. And last night, Andrew said, I enjoy making them. Must be something in the pathway. 父の意図とは違い、製造者はひたすら口止めに必死です。No refund, no replacement. How much do you want? All in good time. その場を去った父はアンドリューの仕事量を減らし、彼の能力を育ててあげることを決心します。そして午後には時計などを作るクリエイティブな仕事に励み、夜は人生についても学びます。At least at first. They die. 末っ子にはピアノまで教えてもらいました。That was wonderful. Thanks. Thank you, little miss. 数年の月日が流れ、家はアンドリューが作った時計だらけになってしまいました。結局その時計を売り払うことにして、家族は収入をアンドリューにあげることにします。 Then Andrew should get the money. Can I get you anything? No, thank you. There you are. Bill, how are you? Come on. A bank account in the name of a robot. Would that be legal? そして表情を作れるように修理もしてあげます。One wishes to have more expression. One has thoughts and feelings that presently do not show. But procedures like that would be prohibitively expensive. 相当な費用が必要だと言われ、断りそうになりますが、
That is roughly one's monthly salary. アンドリューにとっては1ヶ月分の収入に過ぎませんでした。それから12年の月日が流れました。末っ子はいつの間にか結婚をして子供までいます。 Now apologize to Andrew. I will not apologize to it. Him. It. Lloyd. Sorry. One understands why some animals eat their young. How does one obtain freedom? 本をたくさん読んで学んだアンドリューはついに自由を求めるようになります。 Not at all, little miss. One merely wishes to be declared free. One has studied your history. Terrible wars have been fought where millions have died for one idea, freedom. And it seems that something that means so much to so many people would be worth having.It is everything in one's bank account. アンドリューは自分の全財産と引き換えに自由を買おうとします。誰かの資産だという事実だけを変えて家族の一員で残り続けたいアンドリューの思いでしたが、父とのすれ違いが生まれてしまいます。You take your check back, please, Andrew. Why, sir? You are free now.I must ask you to leave this house. 結局アンドリューは家を出ることにします。そして自分の家を作ります。 A home of my own. そしてまた数十年の月日が経ち、末っ子がアンドリューの家に訪ねてきました。 Is something wrong? He asked for you. ロボットにはない死というものが父に訪れます。 It's time. I wanted to tell you, and I was wrong. It was an honor serving you, sir. 自分が間違っていたことを謝る父。そうやって父はこの世を去っていきます。そして感情を持ったロボットが他にいるのではないかと思い、旅に出るアンドリューですが、ものすごいスピードで技術が発展していく中、自分と同じタイプのロボットはもう残っていないようです。もう破壊されてしまったか、プログラムが改造され、新しいロボットになっていました。何年も自分と同じタイプのロボットを探し続けているうち、ついに車が空を飛ぶ時代になります。そんな長い旅の中、最後に感情を持っているかのようにダンスを踊るロボットを見つけ出します。しかしそのロボットは人格チップを埋め込まれた感情を持たないロボットに過ぎませんでした。ダンスができた理由は彼女のオーナーの改造によるものです。しかしそこで大きな収穫がありました。彼女のオーナーはロボットを人間のように作ろうと尽くしてきた研究者だったのです。特に外見はもう完璧に人間のように作れるほどの技術を持っていました。ロボットが人間のように見えることに抵抗を感じる人間は誰も投資してくれません。代わりにアンドリューがその研究に投資することにします。そしてアンドリューは外見だけでも人間のように改造することに成功します。今までの努力に比べれば小さな一歩ですが、何年もの努力が小さな結果につながった瞬間でした。映画アンドリュー NDR114 のレビューでした。Thank you. 続きは映画でどうぞ。